こんにちは、ネイチャーエンジニアの亀田です。今回紹介する野鳥は、日本最大級のサギ、アオサギです。パートナーのワンキチと一緒に紹介していきます。アオサギの最大の特徴は、とにかく大きいところ。彼らはただ立っているだけでも、とっても迫力のある鳥です。全長は90センチ以上になります。また、さらにアオサギの迫力が際立つ瞬間があります。それは、飛翔しているとき。アオサギが翼を広げると、その姿はなんと160センチ以上にもなります。160センチというと、もはや大人の人間くらいの大きさですよね。これだけ大きな翼なんで、近くを飛んでいくときなんかは、本当に迫力があるんです。あと、飛翔中に、グワッ叫ぶように鳴くことがあって、その声なんかはまるで怪獣ばりの迫力です。アオサギの美しい姿にも注目してみましょう。アオサギは灰色と紺色の美しい羽を持ちます。このシックな色味から落ち着いた美しさを感じますよね。ちなみにアオサギは夏の繁殖期になると変身して姿が変わります。くちばしと足の色はピンクに、紺色の羽はより青っぽくなって鮮やかになります。これは紺飲色と呼ばれる姿で、この姿で異性にアピールをするのです。この鮮やかな姿はとっても水辺に入るので必見です。また、アオサギは背景と合わせて観察するのもおすすめです。なぜなら、体の大きなアオサギは遠くから見ても目立つからです。花の咲く水辺とか秋の紅葉などの背景とセットで楽しめるんです。今写している写真はまさに秋の季節で、こういう風に観察するとめちゃめちゃ季節感を感じることができるんです。最後に、実はアオサギはかなり身近に見られる鳥です。公園の池、近くの川、田んぼなんかで見られるんですね。東京の都市部でも普通に見られます。きっとあなたの家の近くでも見られると思うので、ぜひ近くの水辺で探して観察してみてください。ネイチャーエンジニア生き物チャンネルでは、身近に見られるいろいろな生き物たちの紹介をしています。もし参考になったと思ったら、いいね。チャンネル登録をよろしくお願いします。